これは広島市の松井市長が職員向けの研修用資料に戦前の教育直後の一部を引用していたことについて記者の質問に答えたものです。いろんな意見があるけども、どこが悪かったか全部悪いとかね、どこがいいか全部いいというふうな判断はしないで、多面的にね考えるということをやっておかないと、いろんなご意見があったときにね対応できなくなる、まあ、そんなことを実例としてこれ挙げました。また松井市長は、問題は教育直後が国を戦時体制に持ち込むために用いられたことで再評価する考えはないとしながらも、いい部分もあるとして来年度以降の研修でも取り上げていく考えを示しました。